はい、ということで今日はですね、渋谷のゴミ拾いということでね、はい、こいつゴミって僕が決めつけた人間をね、どん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 ね、不燃物のね、ゴミ袋に入れていこうかなと思って、そういう企画です。本来だったらね、銀さんとかだったら、もう本当にゴミをね、ああいうゴミ拾ったりとか、多分ね、すると思うんですよ。僕がゴミと決めつけた人間も袋に入れてます。とりあえず一旦片岡さん。今日はね、ほんまに渋谷のマジでゴミ拾いよ。年に一回、たまにはさ、そういうさ、ことをしていかない、していかないから。おい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 、この間の、ゴミ崩すよね。相馬さんのチャンネルで出てたやつや。そうそうそう、エイシですよ。俺を楽しみ、一人車出てないし。お会いしたこともあります。え、ああニュースで載せたかった。あの時っすね。何ヤンキーみたいな格好してるやん。ちょっと食べてんのか。彼女？あ、違う、すいません。あ、知らなかったですか？お久しぶりです。え、わかんないですよ。何この人妻子がすごい。え、僕お会いします。ます、何やってますか。え、これね、言っちゃって大丈夫なんですか。うざいな、こいつ。こいつうざいリアクション。何やる、撮影の邪魔して。何年くらい前。7年くらい前。そんなに前、わかんないですよ。何でお会いしますかね、僕。一緒にいる。やりたくないです。はははは。すごいやつやな。すごいやつ。何、え、俺覚えてない。ちょっとは、え、あれっすよね、歌舞伎さんとか。あ、そうです、そうです。 YouTube の動画のインタビューなんですけど、ちょっとだけ時間もらえないですか。ちょっとだけです。いや、本当にちょっとだけです。一瞬肩入っていいですか。ちょっと寄りじゃないと映らないんで、あの、ちょっと下水質問なんですけど、今から僕がいくら払ったら一緒にホテル直行してくれますか。あの、その金額を払うんで、本当にこの辺ホテルあるんで、この足で一緒にホテルに行く。え、じゃあ、あの、めっちゃバズった動画っすよね。そう、すぐバンにやったきっかけの動画。外国の YouTube に、はい、なんでこいつは出会って1分だって。ね、ホテル行って普通にパイッと持ち終わりましたもんね。終わりました。何もなくね。え、ほなもう続きやな、ほなそれの。どういうこと、どういうこと。今何してはるんですか。今今は YouTube やってんすね。ここ一緒にやってんの。今一緒にやってます。一緒に出てんの。出てますよ。あ、何それ。絶対手出してる、手出してるやん、絶対。お前マジで。いや、絵的に面白くなったってやったって言いますけど。面白くなるなら。そう、あ、そういう活動もやってて。何、一応待ってください。おうおうおう。お前路中してんのかい。こいつは全然全然、今日ほんまに渋谷のゴミ拾いって企画だったんで。あ、そうなんですね。全然全然こういうのだし。えぇ、ー、これもね、うん、反対反対反対。いろんなのがあって、ペンギンとかあのカワウソとか。え、家に、家に一緒に住んでんの。あ、僕は住んでないです、動物と住んでる。えすごっ。これ見て。これ早かったな、これ早かったよ、ラファさん今。興味ないっちゃうの、おつらか。これめっちゃエロいやん、そっちや、自分開けていい、これ何これ、いつ出したんですか。先月ぐらい。これエロい系ではないんですよ。グラビアでしょ。グラビア系です。いや、でもなんかネタでやったんですよ。ネタで。メインはだから動物チャンネルでしょ。そうです。エロ、ちょっと待ってや。お前、そうです。最初のだから、この距離っていうタイトル通り、最初に表のアイロンと裏で本気出したアイロンが出てくる。7年前、俺分かるぞ、分かるぞ。ほんまにここっすね。え、7年ぶりにこんなとこ出会って、なんかあるよな、これな。すごいですね、本当に。どういうこと。さすがに、やっとが中身だとあるっすよね。ないでしょ。なんかね、ほんとにやらしい意味なしで。やらしい意味しかないでしょ。やらしい意味なしで。うわー、え、何カップ。え、これでも持ってます。 B 一番 A カップ数やないけ。俺が言うやつやな。年齢って発表してるんですか。え、何歳。43です。えー、え、ちょ、え、マジっすか。ないですね。お前そんな上な。それはわかるでしょ。お前そんな上な。そこ同級生やから。マジっすか。彼氏も作らず。しましょうか、じゃあ。変な意味じゃなくて、ね、変な意味じゃないです、本当に。変な意味じゃなくて。忘れちゃいました。あ、そんな次元。そんな次元、10年くらい。めっちゃ綺麗のにね、うん、一応あのシーンだけ撮ります。ホテルのシーンだけ。あ、ホテルシーンだけ撮ります。再現しないと。そんなことある。ここの裏ですよね。チャンネル名何出てくるんですか。アニマルズ。アニマルズ、はい、分かるぞ。俺ここのホテル行ったんちゃう。違う、赤やったような気がします。これ、こっち。あ、こっちですよ。あ、違う、うん、こっから入って言うね。こっから入って、こっから出てきて、ホテル入ってませんのやつ言うね。ほんまにホテル行ってやるわけないやろ。一回もないぞ、ホテルなんか行ってやってる。バンしやがって俺のチャンネル。一番真面目じゃん、これ YouTube で。OK。こう腕が出て、雨やって、傘やって、こうカサカサで。
怖い。確かに確かに怖い。よし、 OK。 お疲れ様でしたって言ってちゃんと濡れないようにしておいてください。はい、お疲れ様です。1万円ください。あとで、あとです。はい、お疲れ様です。本当すいません。ナンバー、いや、だよ、どういうこと？またよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当にありがとうございます。すいません。撮影中に邪魔すんなよ。そんなこと言わんといてください。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、シードベルするでしょ。どうだせ。いや、するでしょ。今日の動画のエンディングあれやからな。いろんなやつゴミ袋かぶしていって、最後自分でかぶるから。僕もゴミでしたっつって。もうゴミ拾いする気なくなったわ今日。取れたかありますもん、ね。いや、ほんまに冗談抜きでインタビューして、はい、ゴミやなって確定した人にあの、はい、黒いゴミ袋で用意してるんですけど、はい、それ被してこういうイタズラ動画だったんですけど、なんかちょっとやめよう。なんか心がなんか なんやろな、癒された。すごい何年前のあの時の人みたいな、あの超バズった動画。だから4本で1000万再生とか2000万とか言ってるんだから。ですよね、そのシリーズ累計で、はい、めっちゃ回ったもの動画、はい、一番最初にだからバズった時の動画ちゃう。めっちゃバーンっていった時だし、だからその時自販機、1000円自販機も故障して使われへんくなったとか、はい、なんかそういうの重なったのよ、なんか、はい、ちょっとなんか、萌えじゃないけどさの萌えどういうの、こういう、俺が、分かる、俺ロボットやから感情ないから分かる。Victims, take it up, all the fake news, get us friction between the right and wrong. We don't even know the answer. Are we living in a fiction? Are we living in a fiction? Are we living in a fiction? Are we all just gonna fake us? Are we living in a fiction?